それでは1つ目の講習に移る前に、本日 の資料について簡単にご説明します。皆さん参加の登録をされるときに多分一度はアクセスしていらっしゃると思うんですけれども、統合データベース講習会 AJAX-IO の、ウェブページがこちらの方に、あります。手元でアドレスがわからないという方は AJAX-IO で、ググればこのページトップに来ますので、こちらアクセスしてください。でページの中ほどに赤字でプログラム、資料はこちらのサイトをという案内が出ています。でこちらクリックしていただくと、これ moddb というサイトに来まして、やはりこのページの中ほどにこうプログラムが掲載されています。でそれぞれの講習のところに、講習で実際に使う資料がリンクされていますので、この今表示している moddb のページは、すぐに出せるようにブックマークなど しておくこと良いと思います。で例えばですね、私が担当します、塩基配列、解析のためのデータベースウェブツールというところをクリックすると、こういうページに来ます。講習で解説をするこうウェブページのリンクになっています。はい、大体皆さんたどり着けているようなので、大丈夫ですかね。実際に講習ではここのページを見ながら進めていくような場面もかなりあると思います。では、戻りまして、それでは本日、1つ目の講習始めさせていただきます。塩基配列解析のためのデータベースウェブツールということで、私、ライフサイエンス統合データベースセンター DBCLS の、内藤と申します。担当させていただきます。ちょっと一番後ろの席からでちょっとあれなんですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。でまず簡単にちょっと自己紹介をさせていただきますが、ライフサイエンス統合データベースセンター、ちょっと馴染みのない方もいらっしゃるかもしれません。センターは2007年、比較的最近できた新しい研究所で、生命科学分野のデータベースに関する研究開発をしている専門の機関になります。で組織としては文科省所管の国立の研究所で、三島市にある国立遺伝学研究所とか、あとは竹橋の情報研などと同じような組織になっております。で、そこにおりまして、であとポインター、これちょっとレーザーポインターがないので、矢印を出して説明しようと思うんですけれども、ちょっとうまく出ない、ちょっと失礼します。ちょっと矢印なしでいこうと思います。すみません。申し遅れましたが、ツイッターやっておりまして、 ID メソ博士で、右の方に出ている白黒の顔のようなアイコンです。で私の講習に関してはツイートなど自由にしてくださって構いません。で、私はもともとバックグラウンドとしてはですね、ウェットな研究室におりまして、おそらく今日ここにいらっしゃる方ほとんどがウェットな、研究をされている方だと思うんですけれども、私も、実験中心の研究室で RNAi のメカニズムに関する研究とか、あとマイクロ RNA に関する研究をしていました。で、今、データベースに関する仕事をするようになったきっかけというのはですね、当時 RNAi をやっていた頃に siRNA を設計できるサイト SiDirect というウェブツールを作りまして、それを、
公開したところ、これが幸いなことにかなりたくさんの方に使っていただくことができて、で、まあ、そういった仕事をきっかけにデータベースとかウェブツールの仕事をするようになったというわけです。で、いきなりちょっと脱線して申し訳ないんですけれども、RNAi を、もしされる方いらっしゃったらぜひ使ってみていただきたいんですけれども、これ SIRNA を設計する SIDirect というサイト、こういうサイトです。アドレス書きませんでしたけれども SIDirect でググっていただければ、トップに来ます。でこれ簡単なサイトで、RNAi でノックダウンしたい遺伝子の塩基配列またはアクセッション番号をこの、今出ている枠の中に入力して、でデザイン SIRNA というのを押すと、活性が高くてしかも、オフターゲット効果の少ない SIRNA を選んでくれるというそういうサイトです。まあ、こんな結果が出ます。で、戻りまして、で、まあ、RNAi とかそういった仕事をやっていたんですけれども、そうすると20ベースぐらいの短い塩基配列の認識というのがポイントなので、当時からですね、そういう配列をこうブラストとかいろいろなツールで検索をしたりとか、あるいは遺伝子の情報を公共データベースから探すということを日常的に、やっていたんですね。ただまあこれは RNAi とかそういう分野に限らず、モレキュラーな仕事をされている方は、例えばプライマーを設計したりとか、あるいは自分の研究の対象の遺伝子をデータベースから調べたりということは結構日常的にされているんじゃないかと思います。で、そういうことなので、本日はですね、遺伝子に関するデータベース、公共データベースから遺伝子を探すというようなことを中心に解説していきたいと思います。具体的にはですね、ここに出ているようにキーワードを用いて遺伝子を探してくるとか、あとはですね、遺伝子と今簡単に言いましたけれども、トランスクリプト、塩基配列なのか、それとも染色体の、ある領域、を指しているのかっていうような点から、さまざまなこう ID がついて、いまして、その仕組みを理解していると、作業がはかどるので、そういったことも説明します。それから塩基配列から遺伝子を探すということについてもやっていきたいと思います。で、遺伝子を探すを、探す上でですね、最も多分使われているサイト NCBI のアントレというサイトだと思うんですけれども、こちらアドレスはこちら NCBI でググっていただければこのページにたどり着けると思います。すでに研究でガンガン使っていらっしゃる方には、解説はいらないかもしれないんですけれども、基礎ということでご容赦ください。で、ページアクセスしますと、こういう検索窓が出てきて、でそこで遺伝子、塩基配列に関するデータベースということで、ヌクレオタイドを選んで、キーワードを入れるとその遺伝子に関する情報を調べることができるということで、ちょっとやってみたいと思いますが、Google で NCBI と検索すると、ナショナルセンターフォアバイオテクノロジーインフォメーションってトップに出てきます。で、こちらから、ヌクレオタイドというのを選んで、ここにキーワードを入れる、何でもいいんですけれども、例えば遺伝子の名前だったりとか、ビメンチンとか入れて、検索をすると、このように結果が、出るわけです。で、ちょっと見てみますと、こう4559件ってすごくたくさん出るわけですね。で、見ていくと、これラットのビメンチンとか、あとこれちょっと何の生物種かわからないんですけれども、このさまざまな生物種のビメンチンがヒットしたりとか、あとは、マウスとかのビメンチンも複数登録されているということが
わかります。で例えばですね、人の微面筋を調べたかったという場合、ここの6番目、5番目に、ホモサピエンス微面筋メッセンジャー RNA というところが出ていますので、これをクリックすると、人の微面筋に関する情報が出てくるというとになります。でこれこの、画面詳細に見ていきますと、一番上タイトルがあって、これ人の微面筋だよと、でメッセンジャー RNA 出ていまして、で、一番上の方はですね、この ID、まあ、アクセッションと書いてありますけれども、 NM の003380と、あとは、塩基配列の長さとか、あと登録、更新された日付などの、まあ、基本的な情報が出てきます。あとこれが、ホモサピエンス人由来の遺伝子であるということなどが出ていて、でその次に、この、配列遺伝子に関する、文献が、まあ、このようにこう列挙されています。結構たくさんあります、ね、でそしてしばらくいくと、コメントというところサマリーに、この微面筋に関する、まあ、説明ですねが、簡単に書かれていて、でその後に塩基配列に関する情報が、ずっと出てきます。で塩基配列に関する情報っていうのはですね、あの何番目から何番目の塩基がこうどのような、機能役割を持っているかといった、情報などが書かれていて、例えば CDS というところを見ますと、414番目から、1814番目まで、ここはコーディングタンパク質に翻訳される領域であるということを示しています。でちなみに翻訳されるとこのようなアミノ酸配列のタンパクができると。で、まあ、そのようなあとはスニップの情報とかがずっとこう書かれていて、一番最後に塩基配列が出ています。で例えばまあこの塩基配列をコピペしてきてプライマーを設計したりとか、まあそういった作業をするということになるのではないかと思います。で、先ほど検索したときにですね、もう4000件ってすごい件数がこう出てきたわけなんですけれども、これはまあ下手をするとですね、自分の探したいものがすぐには見つからないというぐらいのヒット数だと思います。ですのでこれ検索は普通の Google とかと同じように絞り込みの検索をする必要が、あるわけですが、スライドに戻ります。絞り込みはこれ検索窓にこうキーワードを追加していくというあの方法でやるんですけれども、普通の検索エンジンと違って、大文字で&と入れてやって、それからキーワードを足してやる必要があります。で例えば、先ほどいろいろな生物種の微面筋の、情報がヒットして、4000件超えていたわけですけれども、人に限定して検索する場合はホモサピエンスっていうキーワードを入れると絞り込むことができると。でさらに言うとですね、ホモサピエンスというのが生物種である、生物種に限定して探す場合は後ろに括弧でオーガニズムと入れてやると、まあ、そのように限定して検索してくれます。まあ、他にもですね、微面筋というのをこれ遺伝子名に限定して検索する場合は、ジーンネームというのを括弧で後ろにつけてやるというような使い方ができます。で他にもですね、絞り込み、まあ、いろいろな使い方があるんですけれども、まあ、例えばまあ、ちょっと今回 の目的とは違うんですけれども、特許の配列の中から配列を探したいという場合に、パテントで鍵括弧タイトルというふうに入れますと、配列のタイトルのところに、パテントと書いてあるもの を探すことができます。で、特許出願されて、公開されたものについては全て配列が公共データベースに、登録されますので、これで全て探すことができるというような、そういう使い方もできます。実際に先ほどのページで絞り込みの検索をしてみます。この微面筋と
入力した後に大文字で and と入力してあって、ホモサピエンスで、ホモサピエンスのように、一つの単語ではなくてフレーズになる場合は、ダブルクォートで、囲んだ方が、無難です。囲まなくても一応出るんですけれども、うまくいかないことがあります。でそれで後に、カッコでオーガニズムと入れて、もう一度検索してみると、ちなみにこれ入れなかった場合はこれ4000件を超しているわけですが、これ入れたことによって、164件まで、配列、件数が絞り込みできました。で先ほど開いたものが一番上にヒットしています。で、まあ、ここでこう人に限定してもこれなぜビメンチンの遺伝子がこんなにたくさん登録されているのかという話なんですけれども、ちょっと2つ先の、スライドを先に、見てしまいますが、塩基配列はですね、シーケンシング、されたらですね、公共データベースに登録するようになっているんですけれども、まあ、データベースとしてこう世界に3カ所、拠点がありまして、アメリカ の, その NCBI が提供しているジェンバンクと、それから、ヨーロッパのにあるエンブル、それから日本の国立遺伝学研究所にあります DDBJ、この3カ所で、塩基配列、のデータを収集しているんですけれども、ここは基本的に研究者の方がこうシーケンスしてこう登録しようと思ったものを全て受け付けていますので、一つの遺伝子について、複数の人がこう登録したりということはよく、起こりますので、それで一つの遺伝子に関してもこうたくさんヒットがたくさん見つかるという状況が、出てきます。それで絞り込みの、話に戻りますけれども、まあ、このような方法で絞り込みを行うことができます。あとですね、この核括弧に入れるこの単語を忘れてしまったりした場合は、もっと簡単に、絞り込む方法があって、アドバンストサーチというところが、検索窓の近くにあります。でそこに、行きますと、こちらですね、検索窓のすぐ下にアドバンストというところがあります。ここに進むと、まあ、検索窓がですねこう複数出ていて、例えばまあ最初にビメンチンと打つと、まあ、4000件以上ヒットするんですけれども、これ and で、この生物種オルガニズムに限定して、例えばホモサピエンスと入力すると、まあ、この上に出てきましたけれども、先ほどと入力したのと同じようなものが得られて、絞り込みの検索をすることができます。で他にもいろいろな項目で、絞り込むことができます。ここで、まあ、リストを見て、使ってみていただければと思います。それで、遺伝子の情報を調べるといろいろな ID がこう出てくるんですけれども、まあ、その中からこう代表的な ID4 つだけ選んで解説しようと思います。まずアクセッションナンバー、これは一番、まあ、基本的な ID の一つなんですけれども、先ほど説明した、ジェンバンク、エンブル、DDBJ、3局からなる国際塩基配列データベースに、登録するときの塩基配列の ID です。でこれはここの3箇所は毎日データを交換していて、どこに登録してもこれ次の日には交換されて、どこでもこう検索できるように、なっています。で、ID の形としてはこれアクセッション番号は、A の12345とか AB の12345 6のような形を、していて、で、
その後に点1とか点2のように、数字が、をつけることができて、バージョンを、つけることができます。で例えばあの配列が、UTR の部分がもっと長くこう読めたりとか、あるいは、エラーで読めてなかったあの塩基 N とか R とか Y のようなものが、修正されて、塩基配列が変わると、点1のところが点2点3というふうにアップデートをされます。ですので、この点1とか点2のバージョンの番号まで含めると塩基配列を特定することができます。でよくこのアクセッションナンバーは、GenBank、NCBI が提供しているジェンバンクですねのアクセッションと呼ばれることもあるんですけれども、実はこれは、先ほど言った理由にからあの甘い性格ではなくて、3局に共通の塩基配列の ID です。で、次に RefSecID なんですが、これ3局のデータベースにこれ配列登録すると、まあ、あの1つの遺伝子についてこうたくさん、登録されていたりするんですが、それでは不便なので、これ1つの遺伝子、1つのトランスクリプトですね、トランスクリプトごとに、1個代表的な配列を選んで、登録したという、遺伝子の百科事典のような、感じのデータベース、RefSec という、リファレンスシーケンスの略なんですが、こういうデータベースを、アメリカの NCBI が提供しています。ここはですね、まあ、遺伝子の百科事典といってもこれトランスクリプトごとに配列が登録されていますので、アルタネティブスプライシングで生じる、バリアント、トランスクリプトのバリアントには別々の ID が、付与されています。で例えば NM の0123456のような形式をしていて、アルファベットの後にアンダーバーが入るのが特徴です。でこれも、まあ、実用上アクセッション番号というふうに、言ってしまって構わないと思います。例えばあの先ほどお見せしたような SI ダイレクトの、ウェブサーバーでは、アクセッション番号を入力してくださいという枠があるんですけれども、そこに RefSec の ID を入力しても使えるようになっています。で今あの説明したアクセッション番号とそれから RefSec ID は、トランスクリプトあるいは塩基配列について一つずつついている ID なんですけれども、今度はですねシンボルとジーン ID というのはこれ遺伝子ごとに付与されている、まあ、シンボルの方は ID というよりもこれ名前に相当するものなんですけれども、それとあとジーン ID は、番号ですね、まあ、このようになっています。例えば、カドヘリンという遺伝子が、あります。まあ、ヒトマウスラットってそれぞれ書きましたけれども、ヒトのカドヘリンであれば、シンボルは、大文字で CDH1 と、これは慣例でヒトは全部大文字で、マウスラットは先頭の1文字だけ大文字であと小文字というふうになっているんですけれども、このように、遺伝子の正式名のような形で名前シンボルがついています。でそれに対して、ジーン ID というのが、それぞれ付けられていて、これもあの、生物種ごとに別の ID がついています。で、注意しないといけないのはこのシンボルというのは、よく使われている、名前と一致しないこともあって、例えばあの人の P53 という遺伝子がありますが、それは、シンボルの上では、大文字で TP53 というふうに登録されています。というのはプロテイン P53 の略だと思うんですが、まあ、そのようになっているのと、あとはあの生物種でダブる可能性もあります。ですがジーン ID の方はあのこれは単純な数字ですので、生物種と遺伝子ごとに別々のものが確実についているという ID です。で今説明したこれそれぞれの関係を簡単にまとめてみましたけれども、例えばまあ人の22番染色体の91の領域に DGCR8 という遺伝子がありますと。でシンボルは下に書かれているように大文字で DGCR8 と。でその遺伝子には2つのオルタネティブスプライシングによる転写のバリアントが
こう知られて登録されていまして、でそれぞれについて、レフセックに登録された ID はこれ別の ID がついている。これは塩基配列ごとに、ID がついている。でその2つのトランスクリプトをまとめて、シンボルおよび、ジーン ID がついている、染色体上のローカスごとについているという感じになります。でまあ、ちょっと丁寧にその ID とかの話をしましたけれども、次に、塩基配列から遺伝子を探すというのを説明したいと思います。で塩基配列から、遺伝子を探す、はですね、よく使われているのはこの2つの、ソフトウェアではないかと思います。ブラストとブラッドです。それぞれウェブ上から使えるようになっていて、ブラストについてはブラストでググると NCBI が提供しているブラストのページに行けると思います。実際に使ってみますけれども、ブラストでググります。そうすると一番上にブラストベーシックローカルアライメントサーチツールの略なんですね、これをクリックすると、ブラストといってもですね、いろいろなこうバリエーションというかツールが提供されていて、で今回はこのヌクレオタイドブラストというのを使ってみます。塩基配列から遺伝子を探すということで、この枠の中に配列を入れて検索するような仕組みになっています。で検索する配列何でもいいんですけれども、先ほどビメンチンの配列をですね検索しました。でちょっとそこからですね配列の一部を取ってきて、それをブラストにかけてみたいと思います。まあ、正解が分かっているのでちょっと面白くないといえば面白くないんですけれども、例えばこの1行、60塩基ですかね、これを配列を持ってきて、この一番上の欄にペーストします。で、真ん中のところに、どのデータベースを検索するかというのを選べるんですけれども、これは先ほど説明したあのリファレンスシーケンス、レフセックの RNA から検索します。で、いくつかパラメータを設定するところがあるんですけれども、今回はデフォルトのままブラストと検索をすると、しばらくこれ待たないといけないんですが、何回かこうページがリロードされて結果が出ると思います。教室のみんなで一度に検索すると遅くなったりということもよくあるので、もうちょっとこう辛抱してちょっと待ってみましょう。あ、結果が出たようです。一番上にですねこういう絵が表示されて、でこれは入力したこれ1から60って書いてあります。60万の配列今入力しました。そこに対してこれどこからどこまで配列類似性のある配列、これシーケンスがヒットしたかっていうのが出てきて、これだけ見つかったということですね。で下の方にはそのリストが出てきます。でリストを見ますと、ここに人のビメンチンがありますね。でそれ以外にこう似ている配列がこのようにヒットすると。
すみません、先ほど、リファレンスシーケンス、RNA を、メッセンジャー RNA をこう選んだつもりで、ジェノミックシーケンスを選んでしまいました。で、この、一つ上ですね、リファレンス RNA シーケンスっていうのが、まあ、遺伝子の、トランスクリプトの配列を集めたデータベースのなので、こちらを選んで検索すると、ちょっと本来探したかったものが出るのではないかと思います。こちらの方が早く終わりましたね。下のリストを見ますと、こういうウィムウィムウィムってウィメンチンがこういろいろヒットしています。で、まあ人ここにありますけれども、こう人以外の、これまあ哺乳類ですかね、さまざまな生物種のウィメンチンがこうヒットしていて、で下の方にですね、アライメントがこう出ています。で、あこれMac 版の今 Chrome を使ってアクセスしているのですが、そうするとちょっと表示が崩れてしまっていますね。本来であればこの2つの配列がこれそれぞれどこが合っていてどこがミスマッチなのかというのが表示されるんですけれども、ちょっとそれが崩れているので、ちょっと別のブラウザを使って表示していますか。Firefox を持ってきました。こちらで開くと、今のアライメント、まあ、このような感じで入力した60マーとデータベースの中にある配列が、まあ、このように一致していますよということが、表示されています。ちなみにこれは、60分の60で、完全一致しています。で、もっと下の方に行くと例えばミスマッチがある場合はここ縦線が消えていてこれ A のところがデータベース上では G になっているものがインサーションデリーションなども表示されるようになっています。で、ちょっと駆け足になってしまって申し訳ないんですが、もう一つ BLOOD という塩基配列の検索ツールがあります。でこれは BLOOD あるいは UCSC ブラッドでググっていただければたどり着くことができます。あれ、ブラッド UCSC ゲノムブラウザー、これがそうですね。でブラッドって名前がブラストに似ていますけれどもブラストライクアライメントツールの略です。でブラストの後に、まあ、できたソフトウェアなんですけれども、その違いはですね、まあ、ちょうどここにも今ブラッド VS ブラストというような記事が出ているんですけれども、ブラストでは、ミスマッチとか、インサーションデリーションがある程度たくさんある配列でも、探すことができるんですけれども、検索のスピードがすごくゆっくりです。でそれに対してブラッドはほとんど完全一致する配列をブラストよりもはるかに早く検索することができます。で、この、今 UCSC ゲノムバイオインフォマティクスのサイトでここで、トゥールのところから、ブラッドというのを選ぶとそのブラッドのページに行けるんですけれどもちょっと検索エンジンで一発ではいけないようです。で、ブラッドサーチゲノムという画面が出てきて配列を入れるようになっています。あともう一つ大きな違いはここのサイトではゲノムを検索するようになっているということです。で試しに先ほど入力したのと同じ60マーの塩基配列を入れて
見たいと思います。ちょっとここからコピペしていきます。検索窓に塩基配列をペーストして、で、ゲノムのところで生物種を選んで、こうサブミットとするとこうすぐ結果が出るんですね。で、どこの染色体にヒットしたかと、でどのくらい一致してるかといった情報が出ます。でブラウザーとディテールっていうところ、あのリンクがあるんですけれども、まずディテールスというところから見ていくと、先ほど、ブラストの方でも表示されていたようなこのアライメントが表示されます。あ、これもちょっと Chrome だとあのずれているんですけれども、あの別のブラウザを使えばここは等幅で表示されると思います。それからブラウザのところをクリックすると、これ UCSC のゲノムブラウザのページに飛びます。でここはゲノムの情報をこう眺めることができるサイトになっていて、この上の方に UrSeq という、ところがあると思いますが、ここが、今入力した60塩基の配列 でそこがゲノムのどこに、ヒットしたかという情報が、出てきます。でこれズーム、これ塩基配列がこう1文字ずつ読めるようなあのこう縮尺になっているんですけれども、これズームアウトしていくと、もう少しこう全体的なこう遺伝子の様子を眺めることができます。レフセックジーンスって書いてあるところがこう遺伝子、この太い線が既存で、細いところはイントロンになっています。もう少しこうズームアウトしていきます。で、まあ、このようにビムと書いてありますね。ビメンチン遺伝子のここに、ブラッドでヒットした配列があるよということが分かります。でその他にもここはさまざまな情報をゲノムに紐付けて表示できるようになっていて、まあ、例えば生物主観でどこが保存されているかということとか、あとは GC 顔料はどうかとか、スニップの場所がどこにあるかといった情報を、まあ、このようにゲノム上に、あ、ちょっと変なところをクリックしてしまいましたが、紐付けて表示することができます。で、表示することができる情報は下の方に一覧が出ていて、でこれでまあハイドになっているところをこう、まあ、表示するようなに選択してやると、これ自分の好みの情報をゲノム上に表示してやることができるということです。でゲゲノムについて、すみません、UCSC ゲノムブラウザーについては、また後で、出てくると思います。でちょっとここまで駆け足で説明してしまいましたので、遺伝子を探す、それから、探した遺伝子をこう眺めてこう ID とかを見たりとか、あとは塩基配列から遺伝子を探すというのを各自サイトにアクセスして試してみてください。で、質問がある場合はですね、いつでも講師の方まで質問していただいて構いません。であとちょっと全体で質問するのが恥ずかしいという方は、まあ、講師スタッフの方呼んでいただければ、対応するようにしたいと思います。では、まあ、先に進みたいと思います。で、まあ、ここからは、まあ、私たちがDBCLS が提供しているサービスの説明なども、混ぜていくんですけれども、まあ、遺伝子データベースの検索ということで、まあ、今お見せしたようなブラストとかブラッドでは決してできないような検索を今から、お見せしようと思います。で、まあ、遺伝子の、まあ、公共データベースを検索するといっても、人によってさまざまな検索の切り口があると思います。
で検索ワードのこう種類を考えてみても、まあ、例えば遺伝子名とか ID 先ほど、まあ、検索してみましたけれども、あのそれだけでなくて、まあ、例えばですね、あの遺伝子の機能に関する単語とか、あとタンパクのドメイン名で検索したりとか、あとはあの特定の疾患に関係のある遺伝子を取ってきたりとか、まあ、あとはあの配列ですね、塩基配列、アミノ酸配列などから探すということを考えたときに、今少しご説明したように入り口が異なるわけです、ね、で、まあ、キーワードの種類によってどのサイトで検索するとうまくいくのかというのが違ってきます。で、その適切な入り口を知らないと、まあ、効率的に探すことができないという問題があります。それからあと先ほど塩基配列から遺伝子を探そうとしたときに、あのブラストとか、あの結構時間がかかりましたよね。あのたくさん配列を検索したいときには、あのちょっと向かないというか、かなりあのしんどい思いをしないと、いけないという問題があります。でそこで考えたのはですね、あの、まあ、遺伝子をこう Google のように探せればあのいいなというわけで、作ってみたサービスがこの統合遺伝子検索 GGRNA というサービスです。で、まあ、これ Google のように RNA すなわちトランスクリプトを検索できるエンジンという、そういうコンセプトで名付けたんですけれども、いつの間にか、まあ、開発チームの中でですね、Google なとか呼ばれるようになって、そういう名前が定着しました。で、Google な RNA って入っていますけれども、なぜ DNA じゃなくて RNA なのかと言いますと、多くの場合あの、何か検索したいっていう場合に、最終的にこう探したいのはこれゲノムの座標じゃなくて、まあ、遺伝子トランスクリプトであることが多くて、で検索したいキーワードというのも大部分があのゲノムの座標ではなくてトランスクリプトに紐付けやすい内容であるというふうに考えたので、まあ、このようなサービスを構築しました。で、まあ、Google の URL はここに書かなかったんですけれども、まあ、あのググっていただくとちゃんと1番目にヒットするはずです。で、まあ、この画面 Google のトップページなんですけれども、まあ、検索窓が一番上に一つあって、ですぐ横に生物種を選ぶメニューがあるだけのシンプルな作りになっています。でマニュアルは、あるんですけれども読まなくても使えます。で検索の例、ここにいくつか挙げておきましたので、参考にしていろいろ入れて、いただけると思います。で実際に検索をしてみます。でここからはですね、あのちょっと動画撮ってあるんですけれども、まず遺伝子名で検索で、もし生物種が決まっている場合はメニューから選んでください。デフォルトではZooってなっていて全生物種を一度に検索できるんですけれども、ここでは人を選びます。で人のアイコンがちゃんと出るんですけれども、検索窓に例えばナノグと打ち込んで検索するとこのようにすぐ、結果が出るわけですね。でここで、まあ、表示されている一つ一つは何かというと、先ほども説明しましたレフセック、まあ、遺伝子の百科事典のようなと言いましたが、そこに登録された、遺伝子転写産物で、ID がですね NM と XM で始まるもの、これメッセンジャー RNA なんですけれども、それプラス、NR とか XR で始まる、ノンコーディング RNA、タンパクにならない、RNA ですね。例えばマイクロ RNA とか、あと、長い、ノンコーディング、リンク RNA とか、あるいはあの、リボソーマル RNA なんかもここの、NR とか XR の中に入っています。それらを対象に検索しています。でヒットしたものをクリックしてやると、詳しい情報が先ほどのあのジェンバンクのフォーマットで、出てくるんですが、今検索したこうナノグっていうキーワードがこう緑色にハイライトされてこう出てくるんですね。で一番下塩基配列がこう出てくる、例のページなんですけれども、結果が見やすいと思います。で他にもアクセッション番号で検索したりとか、NM の003380入れて検索すると、まあ、こんな感じで、検索できると。あと塩基配列、これもですねあのキーワードと同じようにこの一つだけある
検索窓に入力することができます。今13ベースの適当な配列を打ち込んで検索って押したら、まあ、このあっという間に出るわけですね。で、ここの、19という数字が、この真ん中のあたりにカッコで出ていますけれども、これはヒット件数です。今13ベースの適当な配列を入れて検索したら19件トランスクリプトがヒットしたという意味です。で、試しにこれもっと短くしてみるとどうなるかと、3プライム末端を3ベース削って10ベースにして検索すると、まあ、やはりすぐ結果が出てくるんですが、結果が19件のところは1297件、大幅に増えました。で、調子によってもっと削って、7ベースにしてみます。で、検索と、でこれさすがに時間がちょっとかかるんですけれども、あ、出ました、約4万2000件と、ちなみにこの手の検索は、ブラストとかブラッドでは苦手で、すごい時間がかかったりとか、あと、そもそもこういう検索ができないという、状況です。ですが、この Google なという、ウェブサイトでは素早く結果を表示することができます。しかも、漏れなく検索できるというのが、強みです。で、 Google なの活用事例をもう少し紹介しますけれども、Google なでは短いアミノ酸配列の検索もすごく得意で、例えばですね、論文読んでいたらこんなフィギュアが出てきて、で、このタンパクについてこうデータベース調べたいとなったとします。で、まあ、論文読めばこれどのタンパク質かっていうのは出ているんですけれども、これ手っ取り早くデータベース上でこれどれかっていうのを探したい場合、このアミノ酸配列がところどころに書いてありますね。で、これを、今回はですね、生物種を図にして、レフセックに収録された全生物種を一度に、検索してみます。で、フィギュアに断片的に出てきた配列をこう打ち込んで、SE 検索すると、まあ、このように出るわけですね。で、1908件と少し多いので、もう一つ配列を入れてみます。で、複数の配列をスペースで切って入れるとアンド検索ができるようになっています。で、下にですね、インターセクション172と表示されました。両方含むものは172件ヒットしたということで、見てみますとこれ全部、ATPase の ATP7B というタンパク質で、いろいろな生物種のホモログがヒットしているということが分かります。で、この後さらにですね、キーワードを検索したりとか、あと生物種の名前を入れて絞り込んだりということが、簡単にしかも素早くできます。で、あとですね、他に PCR のプライマーを設計していて、例えばです、ある遺伝子に対して RT-PCR をかけたら、なぜかバンドが2本出たと。で、この2本のバンド、なんで2本になっちゃったのかなっていう正体を知りたいというときに、Google Now が役に立つと思います。増幅遺伝子は何かと、予想されるバンドのサイズは。で、ここに配列が表示されているので、ウェブの方にコピペして、フォワードとリバース2箇所でアンド検索をすると、このように2件 DGCR8 という遺伝子の2つのバリアントがヒットしました。これちょうど先ほど ID のところで説明するときに染色体上にこういうふうに載っていてって説明した遺伝子ですね。2つのトランスクリプションバリアントがあります。で、塩基配列の場合はヒットしたポジションがここに表示されますので、引き算をすれば PCR の産物の大体の長さが分かります。で、正確にはですね、これ、塩基配列がヒットした先頭の場所が数字が表示されるので、リバースプライマーの長さの分を足してやらないといけないんですけれども、足してやるとまあそれぞれ大体400ベースと500ベースのサイズになります。で、それを踏まえてもう一度先ほどのバンドを見てみると、大体400と500なので、そうか、DGCR8 の2つのバリアントが増幅したんだなということが Google Now を使って簡単にチェックすることができるというわけです。
でちなみにですね、このゲルの写真は実際に実験をしたわけではなくて、フォトショップで加工して作った架空のデータであるということをお断りしておきます。で、もう一つですね、マイクロアレイの実験をされている方にとっては便利な機能なんですけれども、プローブ ID から配列の検索ができると。でアフィメトリクスのジーンチップマイクロアレイだと1遺伝子あたり25万の、プローブが11箇所設計されていて、でこの11本のプローブで1つの遺伝子を測るわけなんですけれども、これプローブセットと呼ばれていますが、このプローブセットの ID を Google 内に入れてやると、検索と、そうすると ID をですね、塩基配列11本に変換した上で AND 検索をしてくれるんですね。でまあ、このように、RAX2 という遺伝子に当たっているということが、分かって、でさらにこれクリックしてやると、3プライム末端のあたりにプローブが設計されているということが分かります。でこの機能を作るまでは私はなんとなく25万のプローブがこれ等間隔にこう並んでデザインされているのかなって思っていたんですけれども、実際こう検索してみるとこんなふうに重なり合っているということをを初めて知りました。おそらくTM を合わせたりとか配列を選んでいるんだと思います。で Google なについて、まあ、簡単にまとめました。遺伝子を Google のように、検索できるサイトで、転写産物を対象にしていると。で、あらゆるキーワードを一つの窓に入力して、探すことができる。で特にですね、塩基配列、アミノ酸配列の短い配列の検索が得意であるということで、論文も、一応パブリッシュされています。でこのサイトを作るのにあたって、工夫したのはとにかく速さを重視していて、でなぜそうしたかというと、検索が速いと意図する結果と少し違った結果が出た場合にキーワードを追加したりとか、あとは変更していったりしてどんどん再検索して、自分が最終的に欲しい結果に近づいていけるわけです。で、そういうことを目指して、早く答えが返ってくるように作ったので、皆さんもこうどんどんキーワードを入力したりとか、あとこう変えて、自分の欲しい結果に近づいていくような、そういう探し方をしていただければと思います。塩基配列に特化した、サービスについて紹介したいと思います。塩基配列の検索です。でこれ、Google なから派生したプロジェクトで、これ高速配列検索、ゲゲゲノムと言います。で名前の由来は Google なの RNA をゲノムに置き換えて、GG ゲノム、ゲノムを、高速に検索できるという意味で、GG ゲノムにしました。英語ではこれ GG ゲノムというふうに発音しています。ちょっとさすがに国内だともう古いんですけれども、で、これも Google で検索すればすぐにたどり着けると思います。で先ほど申しましたように塩基配列の検索に特化したサイトで配列を入れて検索って押すと、ゲノムを高速に検索することができます。2番染色体のこの座標に、今入力した配列がヒットで、このサイトの特徴はこれミスマッチとかギャップを許容して検索できるんですね。今、ミスマッチギャップに2という数字を入れて検索をしましたけれども、下の方に、これ検索のヒット件数が増えて、しかも配列の途中にミスマッチとか、インサーションデリーションがあるものが、ヒットしています。で表示される結果は今度はゲノムの座標で、先ほどの UCSC のゲノムブラウザにこうクリックすると、飛べるようになっています。で、以上のように非常にシンプルなサイトなんですけれども、これは結構応用ができて、ここで今出ているのが、これゲゲゲノムと実はGoogleな両方に共通している機能なんですけれども、REST API というのを提供しています。で、これなんだ平たく言いますと、検索結果と URL が1対1対応していて、つまりアドレスの中に
検索対象のデータベース、例えばその、マウスを検索するとか、まあ、稲を検索するっていうことを入れることができて、であとミスマッチの数を、何個まで許容するかとか、あと塩基配列、この配列を検索しなさいというのを、が全て、検索に必要な情報が全て URL の中に、入っているんですね。でまあ、先ほどGoogle なとかゲゲゲノムを検索していて、まあ、気づかれた方いらっしゃるかもしれないんですけれども、検索結果の画面が出るときに、ページのブラウザーの上のアドレスのところを見ると、この検索結果、に対応するこう URL がこう出ていると思います。でこれは結構便利で、例えば検索結果を誰かと共有したい場合に、ページをこう、まあ、キャプチャーしてこう例えばメールで送ったり必要がする必要はなくて、URL を1行メールに貼り付けて送れば、同じ結果を共有することができます。でこれ見ていくと、これ最後にフォーマットっていうところがこれピンク色であるんですけれども、ここは標準だと HTML と書けば、先ほどからお見せしているような HTML で結果が返ってくるんですけれども、ここの部分をドットテキストと書けば、検索このようにタブ区切りテキストで返ってきて、 Excel にコピペすることもできます。で JSON と書けば、JSON 形式、まあ、プログラムなどで自動処理しやすい形式で、結果を得ることができます。でウェットな方にとっては API とか JSON とか出てくると難しそうって感じるかもしれませんけれども、まあ、要は検索に関する全ての情報が全部この URL に含まれているということで、実はこれを使って簡単にこれを活用できるという例をこれから2つほど紹介したいと思います。まず表計算ソフトでゲゲゲノム検索ができる、配列検索ができると、びっくりなんですが、まあ、表計算ソフトって書きましたけれども、これ Excel ではなくて、Google ドライブ上のスプレッドシートを使っているところが、ポイントですが、今左側のセルにこう入っているこれプライマーの配列のリストですね、これを全部ゲゲゲノムにかけて、どこに当たっているかを調べたいと。でこれ一つ一つブラスト検索すると、まあ、50個ぐらいあるとも手が疲れてしまうんですが、これを一発でできると。でこのちょっとですね、レーザーポインターないと非常に辛いんですけれども、D の列から、右側は全部数式になっています。でプライマーの配列をもとに検索の URL をこれ生成してあげて、これ D の列ですね、の隣 E でインポートデータっていう関数を使うと、この今決めた URL にアクセスして返ってきたデータがこのセルの中に入るという仕組みになっています。であとはそれをいろいろな関数で処理してあって、染色体、それからストランド、プラスかマイナスか、あと座標を調べて PCR の長さまで計算してやることができます。であとは、それ数式を全部こうコピペしてやって、下の方に、ペーストとペーストしてやると、今ですねまさにリアルタイムでギリゲノム検索が行われて、座標とか PCR 産物の長さが自動的に計算されるという、そういう流れです。で、これについてはですね、こうどういう数式を入れればいいかというのは、ゲゲゲノムのページのヘルプページにですね、Google スプレッドシート上で配列検索ができますっていうところに、今お見せしたシートがリンクされていますので、これをそのままコピーして使ってもいいですし、まあ、これを参考に式を工夫して変えて、まあ、自分の目的に使ってやることもできると思います。であともう一つはですね、ゲゲゲノムのヒットを先ほどの UCSC ゲノムブラウザーの上に表示するということができます。で今ちょっと緑色に影がついている部分、ここゲゲゲノムって書いてありますけれども、ヒットしたところをこう可視化することができるんですね。で、
これも実際にデモをしてみたいと思います。ゲゲゲノムのサイトで、何か適当な配列を検索します。338だとちょっと少なくて結果が分かりにくいので、もうちょっとこう数がヒットが出るような感じにしてやります。まあどういう時に便利かというと、例えば短い、まあタンパク の結合モチーフのような配列がゲノム上のどこに存在するかっていうのを、ゲノムブラウザ上に表示したり、そういう時に使えます。なんか検索に時間がかかっているのですが、もしかしてみんなで同時にアクセスしてサイトが落ちてしまったかな。こういう時にちょっとこう立って皆さんの画面を見ると、結果出てるかどうかとか分かるんですね。で、あれ、なんか結果出てる人が非常に少ないので、もしかしたら本当に調子が悪いのかもしれません。出ました。25,108 件。ヒット件数が多いとヒット件数に比例して検索時間がかかるので、それでちょっと時間がかかったのかもしれません。ちょっとズルしてもう1延期長くしましょう。そうするとヒット件数減るかな。まあ904、このぐらいでいきますかね。で、UCSC ゲノムブラウザー上で、表示するためには、いくつかの形式があるんですけれども、ベッドという形式で、データを取得する必要があります。で、これはですね、先ほどの、URL の最後にドットベッドとつければそういう形式で結果が得られるんですけれども、何かというと、これ、何番染色体のどこからどこまでに先ほどの配列がヒットしたかという、情報が出ています。で、これを UCSC のゲノムブラウザーに、表示する方法なんですが、これゲノムブラウザーのトップページ、これ一番上にタブがありますので、これ戻ってやって、そうするとですね、トップページゲノムブラウザー、ここですね、この検索窓の下に、カスタムトラックというところがあるんですけれども、マネージカスタムトラック、失礼しました。先ほど私がこう横で、追加したものが表示されているので、ちょっとこれ先に消しておきます。間違えました。デリート、これでいいのかな。これで真っさらになったと思います。で、Add Custom Tracks っていう、ところが、出てきますので、ここにですね、Paste URL So a Data というところがあるので、先ほどのゲゲゲノムのこのベッド形式のものをコピペするか、もしくはこの URL 一行だけ、ペーストしても、大丈夫です。で、ここに、入れると、サブミットと、そうすると先ほどゲゲゲノムでヒットした904件が UCSC のゲノムブラウザーに読み込まれました。で、これでゲノムブラウザーに進むと、一番上にですね、ゲゲゲノムという、ところが現れて、で、これちょっと拡大しすぎなんですけれども、どこに当たっているかというのがこう棒状に表示されます。ズームアウトしていきます。この遺伝子のこの部分に当たっているっていうのが分かります。
もうちょっと広くします。ゲノム全体で900件ぐらいなので、結構ズームアウトしても、1つしか出てこないんですけれども、あ、今2つ目が出てきましたね。こことここに当たっています。これがもっとヒットの数が多いと、これバーコードみたいにツクツクと、表示されて、例えばですね、あのタンパクの結合モチーフらしき配列が、どこに、位置しているかというのをゲノムブラウザー上で、可視化することができます。ということで、ゲギゲノムについても、まとめますと、ゲギゲノムは塩基配列の検索に特化したサイトで、短い配列の検索が得意なので、実は1キロ以上の配列は入れることができません。で、これ検索できるのはこれ約200ぐらいの生物種、これはあの先日のアップデートで、対応させたんですけれども、さまざまな生物種のゲノムを検索することができます。でこれサイトの方で今お示ししますけれども、ゲゲゲノムの、トップページ、生物種を選ぶ、ところがありますが、ここはあのプルダウンメニューになっていて、でずっとこれいろいろな生物があって、で植物もこれ60から70ぐらい入っているんですけれども、選ぶことができます。で、これあのものすごくたくさんあるので選ぶのがあの大変なんですけれども、ここ選択して、生物種名の一部を、入れると、例えばなんかヒューマンとかこう何文字か入力すると、入れた文字列を含む生物種がこう絞り込みできて、例えばヒトゲノムだと、4種類ぐらいアセンブリーがあるんですけれども、選ぶことができます。でここはあの学名で検索することもできます。例えばじゃあ、 あの稲とかライスとか入れると、あれ、オリザ・サティバとかこう出るわけですね。でこれあの毎回これを選ぶのはこれ大変だと思うので、これ一度あの検索してやるとですね、 URL の最後のところに、こう稲であればライスというふうにつきます。これ生物種ごとにこの部分は変わるんですけれども、ここを含めてブックマークしておけばいちいちこのメニューを選ばなくても済みます。で、ゲゲゲノムのまとめに戻りますが、特徴としては、ゲノムを、検索できるということと、あとは、あの転写産物の検索にもあの対応しています。レフセックの RNA、を検索することができます。であとはミスマッチとかギャップを含むような検索ができるっていうのが、Google などの大きな違いです。でこれはあのブラストとかブラッドでは絶対にヒットしないような配列の全体の4分の1ぐらいミスマッチとかインサーションデリションがあるものも、あの時間はかかりますけれども検索することができます。あとそれから先ほど説明したようなあの REST API があの便利で、R とか Ruby とか Galaxy のようなあのプログラムだったりとか、あるいはパイプラインでゲゲゲノム配列検索をするということも簡単にできるようになっています。で、残りが15分ぐらいなので、ちょっと、ここから先ゲゲゲノムの、応用的な話になるんですけれども、クリスパーのターゲット配列の設計に、ゲゲゲノムの塩基配列検索が使えるという話で、ご承知のようにあのクリスパーキャスシステムってあのここ2年ほどで急速に広まっているゲノム編集の画期的な手法です。で、ゲノム編集をしたい遺伝子
の配列、20塩基の配列を選択してやって、まあ、そこをターゲットにするんですけれども、NGG という配列に隣接する、20マンを選ぶということと、あとはあのオフターゲットの少ない配列を選ぶ。これどういうことかというと、あの、狙ったところ20マンがこうゲノム上にこうたくさん似た配列があると、自分がこう編集したいと思っている配列以外の無関係な配列までゲノム編集が行われてしまうということが起きますので、それの少ない配列を選ぶ必要があります。で、その作業を簡単に行えるようなウェブサイトとして CRISPR Direct というサイトを作って公開しました。で、これはあの実は中でギギゲノムが使われていて、ゲノムをあの必死で塩基配列検索をしているということになります。で、まあ、このようなサイトなんですけれども、一番最初にお見せした SI ダイレクトと近い作りなんですけれども、塩基配列、ゲノム編集を行いたい配列またはアクセッション番号を入れてデザインって押すだけで、まあ、あの結果が出ます。で、今対応している生物種は、まあ、モデル生物に限られるんですけれども、実は今あの大掛かりなアップデートをしている最中で、ゲギゲノムに入っている200種類くらいの生物種すべてに、対応させる予定です。おそらく10月に、リリースできると思います。まあ、簡単にゲノム編集を行うための配列を設計することができるサイトで、デザインというボタンを押すとこのようにおすすめの配列が表示されると、緑色になっている部分がおすすめの配列 でなぜおすすめかというと、緑色になっているもの、3つありますけれども、ずっと右の方に見ていただくと、ナンバーオブターゲットサイツというところがあって、で1っていうのはこれ20マー全体で見るとゲノム上に1箇所しか存在しないと。で、さらに、パム配列 NGG に隣接する、12マーについて見ても、この緑色のサイトに関しては、1つしかターゲットがないという特異性の高い配列になります。で、まあ、ここに簡単にまとめておきましたけれども、NGG に隣接する20塩基で、かつゲノムの他の領域とは、配列が似ていなくて、標的とする部分とだけ完全一致するような配列を選んでいる。で、特に、パム配列、NGG の配列の近傍にある、12マーとか8マーの、塩基配列の認識が重要だということがすでに分かっていますので、その部分、その領域の特異性を重視して配列を、設計するようにしています。で、これも、論文になっています。もう他にもですね、あの生命科学の研究をするにあたって、役に立つあのデータベースとかウェブツールを、集めた本というのを去年あの私の編集であの出しまして、両者の実験医学の増刊部にして、データベースウェブツール100というのを出します。で、これは、一つ一つのサイトはこれ大体見開きで2ページぐらいであの簡単に解説してあって、で100個あの有用なサイトを取り上げています。ですので、あの、まあ、結局ですね、あのこういうことができるんだっていう、そういうサイトを知らないとあのそこから先進むことができないので、ざっとどこにどういうサイトがあるのかっていうのを知っておいて、で、まあ、今日私が解説したものもあの操作方法まで細かく覚えている必要なんてあのなくて、ググったりとか、まあ、あとはこの後出てくるかもしれないんですけれども、統合 TV というか動画で使い方を、解説したサイトが、あります。で、そこを見れば詳しい使い方は使えますので、とりあえずあのどこにどんなものがあるのかっていうことを広く把握するのに、まあ、こういったものとかが使えるのではないかと思います。で、私が、担当の部分は以上です。何か質問とかありましたらあのお願いしたいと思います。